はい、どうも。はい、どうも、僕です。早い。もうやっぱもうちょっと待った方が良かったですか。今早かったですか。まあ、そういう風になるとは思ったけど。どうも、僕です。学校であった怖い話をやるんですけど、はい。今日は、変な人がちょっと一人。はい。どうも、僕です。聞いてるんですけど。まあ、この人は、まあ、実況、同じ実況をやっている、まあ、同じと言っても同じゲームをやってるわけじゃなくて、同じようにやっているという。そうですね。クロノトリガーを今やらせていただいております。どうも僕です。黒歴史などで有名なルーツさんです。はい、ルーツと申します。はい、この二人が、はい、一応コンタクトを取ったということで、はい、奇跡的にね、はい、やり始めようと。そう、僕の、メインの。お膝元にちょっとお邪魔させていただきたいなっていうふうに思います。はい、これが黒歴史となるのかどうかは、これこそがまた、新たな黒歴史。じゃあ、今回はですね、多分俺も見てるんですけど、まあ、何回同じ話見てもええやろと。それを我々がどう料理していくかと。そうですね。いうことなので、今回はね、3話目の新井くんを。もう一回見ると。もう一回見ます。なんだっけ、3話目の新井って。新井のなんてインパクト少ないかな。これはでも見てるうちに思い出すんじゃない？過去の動画を見てるというなら。はい、そうですね。まず自己紹介をしておきましょう。僕もじゃない。僕は2年 B 組の新井昌司と言います。はい。よろしく。よろしくお願いします。うん、わあ、これか。皆さんは自殺を見たことがありますか？もう全部思い出した。僕見たことあるんですよ。はい。飛び降り自殺2回も。きついな。1回でもきついな。2回も見させられるって。一度目はもう飛び降りてしまった後でした。何十メートルもの高さから飛び降りたようで、もう原形はとどめていませんでした。痛えとかそういうことはもう感じねえと。車に引き殺された犬とか猫と死体が片付けられずに放置してあることってあるじゃないですか。まあ都会ではあんまねえな、そういうのは。まあ亀戸やからな。亀戸ではねえや、そういうことあんまりないですね。見たことはありませんか。あれなんかまだ可愛い方ですよ。可愛いとかね、はい、黒いですよ。こいつの感覚がもうないのでおかしくなってると。人間なんか肉の塊だかわからないですからね。チア肉片なんかかなりの範囲で飛び散ってましたよ、見た人は嫌だ嫌だと顔を背けているのにみんな横目で見ていくんですよ。あれですね、あの駅で飛び降り自殺あった時にこう今携帯のシャメでみんな撮るみたいですね。あれがちょっとあんまり不審じゃねえかと思いますね。まずそんなことはやってんの、みんな。もうシャメで結構撮るみたいですよ、みんな。パシャパシャって。まあ実際にその現場に貼っちゃったわけじゃないんですけど。あ、なんか心の闇が。まあ確かに変な生き物ですね、人間ってやつ。人間って変な生き物ですね。これが変な生き物代表の新井くんです。だってそうやよね。まあ変ですけど、人間って変な生き物ですねって言った後にもうクソこうから顔出しをするっていうのはもう僕が一番変ですよ、私のようなみたいな、こう霊視的な。変ですよね、確かに。二度目は飛び降りた瞬間を目撃したんです。小さなビルの3階からでした。何でも痴話喧嘩のもつれだったそうですけど。朗読になってきましたね、だんだん。なんで知ってんのよ、何でもその詳細を。あれ、それその飛び降りた瞬間を目撃しただけやのに、なぜ痴話喧嘩のもつれを。だそれに突っ込んだら負けですよ、裏の方。いや、それを突っ込んでいくのが俺の仕事やからな。仕事じゃないですよ。これで飯食ってるわけじゃないですか。いつも、なんでそれこれで食わしてもらってますけどね。若者印象なんですか。そういうこと言ってはいけないんや。はい。女性が飛び降りたんですね、と。まあ、本当に死ぬのつもりだったのかどうか、わかりませんよ、ああいう類は。はい。きっと相手の男性も、この辺は見たんよ、俺はもう。いや、僕も見ましたよ。もう全員が見とんねん、こんなもん。じゃあ、もうちょっと早めでいきましょう。巻きでいきましょう。いつもの要約をしながら話していくと。はい、まあ、要するに、だから、はいはい。見ろ、この顔。この荒井の顔が面白い。もう、早く行こうって言ってた瞬間これやからな。行きましょう。巻きでいきましょう。まあ、要するに、まあ、自殺が多かったと。はい。自殺見たことありますかと。あなたは自殺を見たことがあるのかと。僕はないですよ。自殺というのは怖いもんやと。怖いよ、嫌ですよ。内臓をやられるんやぞと。きてんだし、相当。まあ、ここで普通に戻ると。普通の顔に、
これはここのあるじゃないですか、この音っていう、うん、この話聞いて僕もだからこっから思い出したの、最近ちょっと前思ってたんですけど、うん、実際に落ちたらそのガチャンって音がするっていう、金属の音がするっていう、うん、と最近ちょっと考えてましたね、この金属の音がするのかなっていうみたいなことをここ2、3日来てちょっと考えてましたね。なんだその真剣な感じの奇跡。じゃあやってみたらええんちゃう、この話みたいに。そうなんですよ、もう死んでるじゃないですか、次の瞬間には。この話は、はい、その、この音が本当にどんなんなのか、落ちたらほんまに死ぬんかと、はい、と疑問に思った人が実際にやってみようと。いや、あれは言ってもんじゃないですけどね、なんでも。で、しかもそれはなんか、自分が なってもいいかな。なんかすごく、だからもうほんま他人と自分の区別がつかないみたいな。もう自分だってなったらその自分の音聞けないじゃないですか。自分作った作品見れないじゃないですか。いやでもその瞬間を分からへんよな。でもだから自分の意識がなかったら、はい、あこんなところで選択肢が、でもこの選択肢はもう我々は決められたレールの上を進んでいくしかないんですけど、はい、これはですね、あなたはどう思いますか。これは僕は即死はしないと思います。うん、でもここではそんなことわからないを選びます。すべてを放り出す意見と、はい、そんなことは自分の意見を持たない。すごく人の意見に不洗いどうぞ、はい、そうですか。確かに下に木か何かクッションになるようなものがあって奇跡的に助かるということもあるかもしれませんしね。まあ、俺は前回はこれはあの足で着地したら結構足が複雑骨折ぐらいで済んで、まあ、命は取り留めるんじゃないかというようなことを言っていたと。痛いですよ相当、うん、そらね、もうやりたくはない、ね、昔それを試した生徒がいたと、うん、で悩み事があったわけでもなくて単にあの高さからをん何これ、ただあの高さから死んだらどうなるか、んどういうこと、もう死ぬ前提なんだ、死ぬ前提なんやな、なんか俺おかしいよな、落ちたらどうなるかってことじゃないこれ、死んだらどうなるかってね、おかしいですね、死んだらどうなるかっていうのは、死んだら死ぬよそら。まあそうですよね、うん、それを考えると気になってどうしても確かめたかったそうなんです。昨日死んだんだけどさみたいな感じで話されても変だと思いますか。でも僕は彼の気持ちが分かるんですよ。まあちょっとこの共感がね、これ広いな。たまに針とか持っているときにこれを爪の間に突き刺したらこれカイジの血のマニキュアと、うん、料理や揚げ物をしているときにこの油の中に手を突っ込んだらどんなことになるだろうなんて考えたことありませんか。人間でつい自覚的になってしまう瞬間が一瞬があるんじゃないでしょうか。まあわからんでもないなそれは。そして実際にそうなってしまったことを考えてはゾクゾクしてみる。分からんでもないなその考え意見は。そういうこと僕はありますよ。僕も泣きにしもあらずです。どっちやねんはっきりせ。これやらないですよでも。実際には分からんでもないです。あなたありませんか。僕はないです。これはどっちを選んでもいいんです。はい、じゃああるにしましょう。なんでやねん。じゃあないにしましょう。どっちやねん。ある、俺はある。僕はあります。なんであります。ちょろ、そうですよね。僕はね、人間だったら誰でもそういうことを考える一瞬があるんじゃないかって思うんですよ。はい、うん、そんなことできないと頭では分かっていても考えてしまう。はい、ご存知ですかそういう感情のからくりを。ご存知ないです。うん、人に絶対してはいけないと思うことを言ってもらうとします。どういうこと、喋ってもらうってこと。ファックユーってことですよ。その答えは実はその人が心のなんか心理テストみたいな話だな。絶対できないという感情はしてみたいという思いを引き起こす鍵となるそうです。ああ、分からんでもないな。ほんま？ダメだって言われるかこうやりたいみたいなことですよね。つまり、うん、あったら危ない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 って言われたらやりたくなるみたいなことですよね。つまり、まあ、なんか全然イメージが分かへんねんけどそれ。高速があるからこそ破りたくなるみたいなことですよ。つまり怖いと思いませんか。新校舎の屋上から飛び降りたらどうなるか。その思いはある男子生徒の心を蝕んだんです。彼は相沢信彦という名前でした。相沢さんはそれまで本当に普通の人だったそうですよ。
でも心の奥底にどす黒い誘惑を芽生えさせてしまったんです。まあね、別にでもこの人は自分が悪いと思いながらやってるわけではないと思うけどな。そうですよね、単純な疑問みたいな。そうですよね、どす黒くはないですよね、別にそれは、うん、むしろ純白の透明な、はい、何よりでも染まる、染まらない、あ、染まる逆になんなん、いきなり俺に反旗を翻したってことな。真っ白なキャンパスだ、うん、肉はどうなるんだろう、骨はどうなるんだろう、声はどうなるんだろう、もうかもねえや。なんかこれは歌詞みたいな、ほんま肉はどうなるんだろう骨はどうなるんだろうなら、それはどういう曲をつけろってこと曲つけてください、うん、ミックでつけてください、ね、じゃあ飛び降りて上を見上げたらどう感じるのだろう。いや、それはもう死ぬんやろ上を見上げるもクソもないわな。頭から飛び降りたらどんなにゾクゾクするのだろう。背徳的やな。地面に腕から落ちたらどんな格好になるんだろう。着地する瞬間にどんだけ疑問やねんこいつは飛び降りてどうなるんだろう。ワクワクさん的な、うん、あ、この文章的ないいですね。だろうか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 っていう、なんか詩人的やな。それは冷たいだろうか、あるいは熱いのだろうか、浮遊感はどんなだろうか。はい、まあ、浮遊感っていう言葉はちょっと歌詞にそぐわないけど奈落の花、この話ですよ。こういう日暮らし的な存在もアピールと。まだこいつはもうなんか詩人やな、こいつは。疑問点が多すぎる、ね、意外にせえよ、ほんま世の中のこと全てが疑問とかえ、中二病ですよ。中二病やな、マジで次から次へと疑問が湧いてきます中二病だな。そこで相沢さんはノートをつけました。あ、これ前と展開違うわ。うん、これでもいいですね、ノートをつけるっていうのは。だって前は、はい、なんか殺してもいい人を。ああ、そうですね。今回は疑問点を一つ一つ丁寧に、うん、彼は中でも重要だと思える項目をピックアップしていきました。そしてどうしても気になる項目を一つ選び出したのです。それはこういう一文でした。あ、なんやそれなんや、結局同じかよなんやね、もうちょっとなんかさ、もうちょっとなんか神秘的なものを選んでくれるというか、もうこれ以外を選んでほしいよな本当ですよ、最もどうでもいいのな。男女の愛とかについてですね。そうそうそう、はい、女性の体の神秘について語っていきたいというふうに我々は思います、うん、てかレポートを提出してほしいと、はい、彼に、何やったっけ、相沢信彦君に。相沢君に、うん、屋上から落ちるのを見たい、助かるのかどうかは知らない、欲望は完全に成長を遂げました。そして彼は踏み出してはならない一歩を踏み出す決意を固めたのです。問題は誰がその実験の犠牲者になるか。そう思った時点でもう彼は悪魔に見せられていたのかもしれません。これ前と同じですよ絶対。さあここや、ここで。でもこれどうするんですか。さあどれを選ぶ。僕は、僕仮に俺だとしたら生徒、先生かな。まあ生徒なんですけどね彼にとって気に入らない生徒はこれと言っていませんでした。誰とでもそれなりにうまくやっていましたし、基本的に人を嫌いになれない性格でしたから。八方美人と、うん、それで考えました。どんな学校でも不良というのはいるものです、うん、自分たちの学校でも不良の被害に遭った生徒はたくさんいました。もし不良の一人を屋上から突き落としたら、彼が死んだとしても喜ぶ人の方が多いはずだ。ドキュンだな。すごいな、すごい発想や。相沢さんはそう自分に言い聞かせました。自分がこれから行おうとしていることを少しでも正当化しようと言い聞かせたんです。うん、ターゲットは決まりました。俺か、お前なんかターゲットになりそうな気もするけどな。なんでだよドキュンじゃないですけどね。あ、そんなみたいなことずっと言ってる。あ、今あれが超定着しちゃったんですよ。ある程度仕方ないですよ。もうあんかけチャーハン、あれ仕方ないね。うん、不良グループの一人のルーツではなくて桑畑達也ですよ。桑畑達也でした。まあ彼は、まあではこれ岩下さん的にだから、はい、ここではルーツと呼びましょうみたいな。別と、なんでですか違いますよ。しかも彼は急いで計画を練ると、それをすぐ実行に移しました。すっげえ行動力だ。早くも、一日も早く実行したくてたまらなかった。不良を呼び出すのは簡単、
構至って簡単もう、ね、お茶漬けぐらい簡単な簡単なメニュー さっさっさっとこう囲んでね、うん、いきたいというふうに思います。お金を払うから痛めつけてほしいやつがいるという、もう完全に同じやな話もうこれは指摘せざるを得ん。てかほんま全く同じやな。これでいいんか選択肢なんかこうチャートではこうなってんねんけど、違うやつなんですよね一応。まあ微妙にさっと変わったよな一瞬疑問点をノートに書いたと。はい、この屋上のこれ背景みたいな、これ1回しか出てきてないですよね多分。この時しか出てきてないですよね。いやなんか蚊に刺された時の話でも出てきたと。ああ、うん、マニアック、怖い話トークも弾みますねある程度相田さんはもうすぐ自分の望みが叶うことに胸を打ち震わせながら、桑畑の体をクロロホルムでこうズルズルとうがんと、でまあ桑畑をどうするかと。すっげえな、よくやるな、うん、痛い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 、さあこれはどうしましょう。やっぱり自分が落ちる、やっぱり自分が落ちるっていうのがおかしいんですよね。これやったんですよね前。そうやったっけ、あれクワバタ落としたんでしたっけ。俺はクワバタ落とした。で今回も選択肢はクワバタを落とすと自分が落ちるのはないんですか。いやこれはこれを選ばなあかんらしい、はい、てかもう多分この後もずっとそんな感じやぞまあチャートを見てるけど、まあでも最後はなんかこんなどうやったかな、はい、まあいいや見てみよう。みんなの嫌われ者じゃないですか。いなくなった方が世の中のためだと自分に言い聞かせる、ヒ、うん、ューと落ちていったと、バッチョン、うん、そのまま動かなくなりました。ここからじゃよくわからないな、どんだけ屋上高いね、うん、すごい冷静よな、ほんまクワバタは。クワバタはもうほんま虫けらのように死んでいったな、これは。相沢ですよ。いや、クワバタが死んでいった。クワバタが落ちたやつやから。人気のない放課後であったため、幸いにして集まってくる者も、騒ぎ立てる者もいませんでしたと。ちょっと人が死んでるわよ。どういうことなの？っていう上司もいなかったと。いなかったと。相沢さんがその場に来た時にはぐったりと動かなくなった桑畑の周りにもうかなりの広範囲で血だまりが広がっていました。しばらくの間じっと様子を見ていましたが動く気配はありません。まあ冷たく死んでいるんだ。死ねない桑畑、生き返る。ここでぐわって桑畑が実は俺は生きているぜみたいなっていうこともなかったと。一泊相沢自宅でこれ一泊と。その夜本当に久しぶりに熟睡しましたと。本当に死んだと思いますか。本当は生きてたんですね実は。ここで闇の帝王の力を借りて桑畑は最強魔人となって復讐を果たすということですね。いや死んだと思うんですね。はい死にました。次の日学校に行くと桑畑の噂で持ちきりでした。自殺したということで彼の死は解決していました。アホやろ、おかしいやんかそのクロロホルムを検出しろと。恒例ですよこれは、うん、まあ、恒例のなもうなんか人死にがあったら全部そのそうですよ、うん、真実とは違う方面で解説。あ事故だ事故だっていう生活面で問題のあったクワバタですから深く現金は追及されませんでしたと。そういうもんかね、かわいそうだなクワバタも、うん、まあ前も言ったけど保険証なしで医者にを受けるみたいなもんで、はい、まあ代償が高いと普段はあの保険料払わんでいいから楽かもしれんけど、はい、医者にかかった時は重いとね、桑畑は意識をうん何これ、あの時意識をなくしていたから死んだのかもしれない。ああこれはその誰やっけ主人公の、はい、あの疑問点相沢でしたっけ。相沢か、相沢ですね。もはや罪の意識などみじんもありませんでした。かっこいいな。次の日2人目の実験が行われましたって、行われましたって、うん、この行動力凄まじいですよね、うん、しかもクロロホルムというなんかワンクッションを置かずにもうバットでいきなりバシコーンと。もう不良最強伝説的なところでもある程度名前発していけますけどね、あいつはこんだけ強いんなら、うん、しかももうなんかバットで殴ってから落とすまでのね、分量がもう1ページのうちに収められてるからね3行ぐらいでも省略みたいな
やっぱりだ、また死んでる。今度は頭が割れ、内容物が飛び出し死んだことが一目で分かりました。あっさりして、学校側のこのあっさりした解決方法と、自殺ということで片付けたのです。それでも満足感を得られたのはほんの一瞬でした。ほんま人一人の命で一瞬やで、満足感すごいわな。もう湯水のように人を殺していくと。実験でこうやって、でも科学者みたいなのもこういう感じでいろいろ実験してきますからね。対象実験みたいな。うん、また実行しました。今度は袋のホルムで眠らせた後、手足を縛り起きるのを待ってから突き落としました、うん、ここ縛る必要あんのかって話ありますけどね。なんで縛ったんですか。やっぱり死ぬんだ。もうなんかね、ほんまなんか条件1、条件2、条件1たす2みたいな感じで切りないですよ。1人目はこうクロロホルムで眠らせて落としたと。2人目はバットで殴って落としたと。で3人目はなんかクロロホルムで眠らせた後、バットで殴ってから落としたとというような、こう、まあ、バットで殴る必要はなくなんねんけど、全部やろうみたいな、うん、全部やってみる。相田さん、今度こそ満足を得られる、そう確信しました。しかし満足は得られなかった。あれはたまたまかもしれない。こう、はい、うん、条件1でも何回かやらないといけないだろうと。はい。別パターンで、うん。すごいよな。相沢のこの欲望の生産性みたいなのすげえし、この不良がこの無限に湧いてくるこの学校のこの治安の悪さみたいなのも、ある程度目を引くな、やっぱり。なるほど。そうやな、確かに不良がもうなんか無限の資源みたいになってるもんな。次から次へと死んでいく。石油なんぼでも掘れみたいな。そんな話やもんな。いるだけ不良殺せみたいな。ひどすぎんな。すごい。あ、でも学校側もさすがに動きましたよ、ここで。そうやな、3度も、だって自殺やもんな。最も自殺から遠そうな人たちやもんな。抗争が起こっているのか、もうなんか的外れやな、ここも。手始めの対策として屋上の出入り禁止。だからこれはもうな、一人目が死んだ時点でしろよと。本当です。いや、今なら絶対一人目でなりますよ。うん。欲望はさらに跳ね上がります。夜中でも警察が張り込んでいい感じやぞ、こんなもん。いや、普通に警備員いますからね、夜の学校っていうのは。不良たちも怯えているのか、どんなに孤独こうが、もうだから相沢が犯人っていうの分かってるやん、もうこんなな。この調子だと。牙を抜かれた狼が子犬のようにすっかりおとなしくなってしまったのです。文学的な表現きましたよ。これは、荒井のセンスかな。欲望の炎を思い上がらせます。仲の良い友達はその毒牙にかけようと考えたのです。相談があるんだ、悪いけど聞いてくれないか。夜中の公園、問題はその後の手段です。さあ、バットでクロロホルムを殴りつける。バットでクロロホルムを殴りつけるはおかしいやろ。もうクロロホルムがパリンと割れるだけの話だね。容器が。まあこれはクロロホルムをかけます。はい。友達を呼び出すといきなり後ろから襲いかかり、クロロホルムを嗅がせました。最初の実験の時と同じくあっさり成功しました。あっさりとはさっぱり味。このぐったりとしたモルモットを学校の屋上まで運ばなければなりません。むちゃくちゃいい夜なこいつ。モルモット扱いができない。モルモットっていう表現好きですよね、これ。あ、なんかモルモットを見るような目とか、はい、出てきますよね、モルモットがかなり。綾田さんはあらかじめ用意しておいた朝袋にモルモットを押し込むと。モルモットって呼んでるもん、すでに。直前まで友人やったのに。呼び方変わってる。おう、夜中の学校に忍び込むと、雑になって屋上を目指しました。あれ、展開違うくないこれ。違うやん。ちょろっと違いますかね。うん、当然、鍵がかかっています。ペンチや金槌で鍵を壊すと、ブワッと風、吹き込んできた風が、全身で受け止めました。TM レボリューション。おっと？ん？夜の学校はこんなに気持ちいいもの、もんだったなんて。なんか、ここだけもんとかな。ここでだけちょっとエロゲーみたいですね。うん、こんなにいいも、気持ちいいものだったなんて。なんか、荒井やったら、いいものって言いそうな。ここだけちょっと。ちょっとなんか、生き返ってるみたいな。はい。
そんな、まあ、そんなことを考えながら思い切り空気を吸い込むと、麻袋をずるずると引きずり出しました。夜の学校は初めてだ。アザさんは麻袋を屋上の一角に放り出すと、しばし夜の屋上から見える夜景を楽しみます。知らねえよ。なやそれ。勝手に楽しんでくれ。すごい精神の余裕やな、こいつは。大物やぞ、マジで。まるで自分がこの世の王になったかのような気分でした。ちょっと闇の王を差し置いて。闇の王時代ですよ。闇の王時代のたけしですよ。あ、これ主人公は、たけしという可能性も。今この場所から見える人間どもは、いつでも自分の好きな時にその人生に終止符を打たせることができる。岩下さん的心情やな、これは。はい。魔王的な視点ですよね。だって人間どもなんてね、人間を超越してないと言えんセリフやからな。はい。岩下さんにのみ許された。そう思うとおかしくてなりませんでした。ひとしきりそんなことを考えた後、いよいよ実験に取り掛かりましたと。ところが、麻袋は空気が抜けたようにペタンとしているじゃないですか。ペタン。ん？夜景に見入っているうちに意識を取り戻したモルモットに逃げられたんです。はあ、モルモットっていうふうに呼ぶことはもう決まったんだ。うわあ、悔しさと悲しみで相沢さんは叫びました。なんやそれ、アホか。頭おかしいな。見ると校庭を走っていくアリのようなものが。ひで、どんどん表現がひどくなってくる。モルモットからアリになったの。朝袋から逃げ出したモルモットです。どないやねん、もうモルモットなんかアリなんかはっきりせえよ。今さら追いかけても追いつけそうにはありませんでした。その時相沢さんは風に混じって誰かが呼ぶ声を聞いたんです。あ、おそだか。おそだではない。おそだがおったってどうやっていう話やな。ふと下を見ると大地が誘っていました。はあ、煮物が落ちてくるのを待ち構えて大きな口を開けているような錯覚さえ覚えました。妄想つ、この下の土は3人の人間の血をすすったのですから。血の味を覚えても何ら不思議ではありません。不思議やろ。不思議ですよ。まあ、相沢さんは柵に手をかけました。ああ、もうなんか自分と他人の区別がつかんようになってるんや。あ、飛び降りる。これはどう思いますか。思いとどまったら新しい相沢の人生論みたいなのが、新しい相沢の人生が見えてきますよね。この後どうやって生活していったかみたいなのは、うん、どう思う、どっちがいい。思いとどまりましょう。まあこれはどっちでもいいらしい。思いとどまると。しかしこのまま身を投げる気にはなれませんでした。自分はまだ実験を行わなければならない、そう思ったのです。しかりそうだ。しかし何者かが彼の背を押しました。あ、押す、誰だ。そのため彼は屋上から落ちていったのです。うわ、地面に向かって。しかしあるいは地の底に向かって。何この言い換え。そうして彼の魂がたどり着く先は地獄なのかもしれません。スカウトですね。霊界に対する、株式会社霊界にまた一員に加わったな。相当動作回りやろうけどな。そうですね、営業ですよ。次の日学校は大騒ぎでした。相沢さんが逃げ出した友達が全てを告白したのです。もっと早い段階で分かっておくべきやったけどな。おおよそ分かったやろ、相沢が犯人って。不良たちの間では。大体分かってましたけどね。校内では様々な噂が広まりました。しかし、相沢さんの家を調べると、今までの出来事を克明に記した日記帳が見つかったのです。おお。福沢のレポート。それには驚くべきことに、書けるはずのない前日の最後の瞬間の出来事までもが綴られていました。スカウトですよ、絶対。ん？どういうこと？まるでそうなることを予測していたかのような。あ、誰かに押されたみたいな。し、自分の未来が分かってたんですね、きっと。相沢は信じませんでしたって。屋上から身を投げた人間がその死の一瞬までもかけるはずはありませんか。まあそりゃそうだ。日記の最後はこう結ばれていました。そいつはすげえや、そいつはすげえやで最後締めると。お父さん、お母さん、そして皆さん、僕は屋上に住む者に食べられます。僕が生贄にならなければ犠牲者は増え続けるでしょう。食べ出します、さようなら。
冒険と旅に出たんだな、相沢は。魔物に食べられて。すごいな。生贄になったくせに旅立つとかもうむちゃくちゃ。警察は家出したと判断しました。え？え？捜索隊が組まれたんですってどういうこと？死体はなかったんです。死体が、え？だってあったんじゃないですか、自殺したから。っていうことじゃない。でも死体、え？自殺してなかったんやったら、その自殺したって分からへんのじゃん。だからスカウトですよ、霊界に。株式会社に。ほう。え？なんかでも自殺、あ、友人が告発しただけか。そうですよ、死体は関係ないんですよ。落ちたのは落ちたけど。え？ね、あの、死ん、突き落としたっていうのは誰してんの？あれ。神様。いや、だってそれは日記帳に書かれてたんじゃないですか。でもなんか、荒井を見てきたかのように話をしてるけど。荒井のことはもう、置いてて。それは蚊帳の里か。見つからない。荒井。はい。なぜそんなことをしたか、お分かりですか？うん。うん。そうやな。もうそれはなんか、我々二人で今、協議した結果。うん、その結論はもう出てたけど。いましたね。屋上から飛び降りたはずの相沢さんの死体どころか。痕跡までも、うん、これ もう結構分かってたことやな。我々は究明したよな。それが見つかっていないれば、警察もまた違った解釈をしたんでしょうけど。相沢さんは屋上に住むという魔物に本当に食べられてしまったのでしょうか。そんなバカな。それとも本当は飛び降りずにどこかへ旅立ったのでしょうか。知らんがな。今となっては全てが謎に包まれたままなんですよ。はっ、なんでだよ。え、終わった。あれあれ、ちょっと待って、おかしいぞ。新井の話終わった。まだ選択肢あんねんけど、チャートでは。あれ、おかしいな。まぁちょっとみんなずらしてセーブするか。うん、どうすんすか。おかしいな。まぁ、ちょっとこれについてはまだ後ほど検証します。検証と。はい。はい、まぁ、じゃあ一回ここで切ります。切るんですね、やっぱりここで。